スマートトレインズはシンガポールのスマートコーポレーションの100%出資の鉄道会社1987年8月6日に設立された設立当初はシンガポールマスラピットコーポレーションとして知られていたが2004年にスマートトレインズに社名を変更した1987年11月7日にシンガポールで初めて幼虫間駅から トアパヨ駅までの5駅間にて、MRT の営業を開始し、2001年12月11日に、MRT 北東線が開通するまで全ての、MRT を運行してきた。2013年現在は、南北線、東西線、東西環状線を運行する。LRT を運行するスマートライトレールは、スマートトレインズの100%出資会社。 シンガポール地下鉄向けには、川崎重工業の川崎重工業車両カンパニー等が l t a 開業当初の1986年から2016年までに、シンガポール地下鉄 C151 系電車などの車両を累計約700両を受注、納入してきた。中国の電車メーカー、チンタオ司法記者車両が納入した C151A 型が、 組み立てる気が原因と思われる構造上の問題で大規模リコールの対象となった。スローガンは、ムービングピープルエンハンシングライブズ。シンガポール LTA 新鮮向け地下鉄、電車364両を受注。川崎重工業。2016年7月29日閲覧。奥間敦夫、中国製車両が海外で初の大規模リコールシンガポール都市鉄道が、 故障だらけ鉄道受注合戦さらに暗雲。産経新聞。http コロンスラッシュスラッシュ www.sankei.com スラッシュワールドスラッシュニューススラッシュ160716スラッシュ wor1607160002-n2 と html2016 年7月29日閲覧ありがとうございます。